石は古文書の中、すぐに回収せよ。これだけじゃ彼らと組織の関係はまだわからない。あとは古文書の謎だけど、危険だわ。ここは私一人で行くべきね。抜け駆けはいけねえな。見てたんですよ、灰原さんが古文書を拾ったの。私たち仲間でしょ、一緒に探しましょう。ちょっとあなたたち諦めな、灰原。こいつらこうなったらてこでも動かねえよ。でも大丈夫、俺も一緒に行くからよ。仕方ないわね。いいけど、どうなっても知らないわよ。よし、早速出発だ。ちょっと待った、まずここで調べることがあるんだ。いいか、現在の地図と古文書の地図とを重ねてみると。なるほど、風と雷が雷門と重なるわけね。でも残りの記号はさっぱり謎ですよ。あー、もうごちゃごちゃ言ってねえで、とにかく行ってみようぜ。まあそうだな、雷門に行けば何かわかるかもしれない。少年探偵団お宝探しに出発。やれやれね。セーブする？ちょっと待ってて。どのファイルがいいの？セーブするわよ。終わったわ。さあ、雷門に着いたぞ。だけど、謎が解けているのはこの風と雷だけ。俺わかるぜ、このイのマークはどんぶりだろ。あのな、これは井戸のマーク、どんぶりなんかじゃねえよ。でも井戸にしたってそれらしいものは見当たらないわ。それにこの虎、鳥、亀の印もね。だからそれはうな丼、カツ丼、親子丼のどんぶりなの。腹が減っちまったよ。おい、先に何か食うぜ。はーい、行きましょう行きましょう。せっかくだから土壌なんていいですね。私、人形焼き。そうなると俺はもんじゃ焼きかな。もうめんどくせえ、全部行こうぜ。おい灰原、どこへ行くかお前が決めてくれよ。そうね、土壌なんていいんじゃない。もう何でもいいじゃん。よし、食うぞ。はい、あったぞ。ここが土壌屋だ。でも土壌がそのまま出てきそうで怖いな。灰原さんは平気なの？
そのままの姿が嫌なら卵で閉じてもらえばいいわ。あ、そうなんだ。じゃあ私それにする。灰原さん、ありがとう。おお、来た来た、食わぜ。せっかくだから私もちょっとだけ。あ、おいしい。美味しかったですね。うん、とっても。さて、次行こうぜ、次。灰原、どこへ行くか決めてくれよ。人形焼きかしら。それでもいいから早く行こうぜ。なかなかいいお店ね。よーし、食おうぜ。うん、甘くていい匂い。でもみんなよく食うな。この上甘いもん食べたら太るんじゃないか。太るのやだな。どうしよう。大丈夫よ、和菓子のカロリーはそんなに高くないから。うーん、そうなんだ。灰原さん、物知り。うめえ、いくらでも食べられそうだな。なんでも本場のものは美味しいですね。私はちょっとだけにしとこう。へえ、うまかった。ほんと美味しかったですね。次行こうぜ、次。灰原、どこへ行くか決めてくれよ。おい、灰原、ここは関係ないんじゃないか。どうやらそうみたいね。次の場所に行きましょう。もんじゃ焼きでいいけど。よーし、食おうぜ。ここなんか老舗っぽくていいじゃないですか。早速入ってみましょうよ。これがもんじゃ焼き？初めて食べるわ。いけるいける。ほんとですね。おい、向こうの席見ろよ。白鳥警部と佐藤刑事がいるぜ。え？白鳥くん、いいの？私たちが揃って交代だなんて。僕の部下はみんな優秀ですから大丈夫ですよ。今のうちに安心して食事をとりましょう。まあ、どう見てもプライベートって雰囲気じゃないよね。ああ、何か事件を追ってるみたいだな。どうしたの？
そこにいるの刑事さんたちだ。デートですかね。行ってみようぜ。こんにちは。この子たちは。あら、小さな探偵さんたちね。何してるのこんなところで。江戸の町博物館に行ったついでなんです。やれやれ、ついてないな。いや、こっちのことです。はい。警視庁からわざわざここまで食べに来たの？仕事で近くまで来たからだよ、お嬢ちゃん。何か事件でもあったの？子供が気にすることじゃない。さ、あっちへ行きなさい。